今日の宿に近づいてきました。アインサっていう、町からちょっと離れた村、何もない、誰もいない、安いホテルがあるだけっていうね。で、これあれを、あの山を越えるとフランスなんです。猫さんがたくさんいるで。で、触れませんか。触らせてくれるかもしれない。はい、なんとか子猫ちゃんね。これが一番可愛いな。このひだ、これやと思うねんけど、この建物が今日の宿だと思うんですが、傘？ポリト？違う？誰もいない。傘マルタン、え？傘っていうのは家っていうことなので、あ、これや、これや、この奥のやつ、マルタンの家。おお、これが一番、あ、デュエソッタ、ここも、これ、うん、これですよ、今日の宿です。これもね、ここが多分ね、入り口で、裏は傘パコって書いてる、こっちじゃなくてこれですよね、はい、押してみましょう。はい、向こうから声が聞こえるけど、はい、この上に、お母さんが上から出てくるで。ここはね、あれ、また猫が来た。みんな野良猫っぽいよな、うん、うん、ここ、はい、はい、こっち来い。ここはね、45ユーロです。そこの後ろ見て、おばちゃんおる、おばちゃんがね、掃除してるんですよ。レストランがない、レストランがない。こんな感じで、町というか村はもうすごく綺麗にされてるけどね、でもレストランもカフェもない、カフェもない。ほんまや。オラおー、わー、すごい、見て、ポラキアテ、ポラキア、すぐ外に繋がって、おー、さあ、どんな、うん、どんな部屋かな。オーケー、足元気をつけてね。
Aquí está la habitación. Ah, thank you. Información. Oui. Y esta llave, oui, de la puerta de la calle.